チャバーベ、アジア新聞チャンネルの矢田美洋でございます。今日は中共についてやっぱりなと思うニュースがありましたので、日本のニュースと台湾のニュースを読み上げたいと思います。まずは日本のニュースから。タイトル、中国のカナダ人起訴に遺憾、トルドー首相解放を要求。中国当局がカナダ人2人をスパイ罪で起訴したことを受け、カナダのジャスティン・トルドー首相は19日遺憾を表明し、2人の解放を改めて求めた。中国当局は2018年、カナダ人の元外交官マイケル・コブリグ氏と実業家のマイケル・スペーバー氏を拘束。カナダ当局はこの9日前、アメリカの令状に基づいて中国の通信機器大手ファーウェイ技術の孟晩舟最高財務責任者を逮捕しており、カナダ人2人の拘束は中国による報復と広く見られている。以下省略。はい、以上が日本のヤフーでも報じられたニュースでございます。ニュースにもあるように、この中共によるカナダ人2人の逮捕は報復と見られていると伝えておりますが、私のチャンネルを登録されている方は私と同じ考えかと思います。報復と見られるじゃなくて確実に報復だろうってことですね。さて、25日深夜に台湾のメディアを見ていたところ、衝撃的なニュースが飛び込んできたので和訳したいと思います。毎度おなじみ、自由時報より。タイトル、孟晩舟釈放とカナダ国民2人を引き換え、トルドー首相拒絶。カナダのトルドー首相は25日、カナダ裁判所が中国ファーウェイ幹部孟晩舟氏の中国への身柄引き渡しをすることにより、中国側が逮捕しているカナダ人国民のマイケル・コブリグ氏とマイケル・スペーバー氏の釈放を交換条件とすることを厳正に拒否することを公表した。首相はもし孟晩舟事件の引き渡し判決を中止するように介入したら、今後海外にいるさらに多くのカナダ人が逮捕されるリスクを受けてしまい、カナダ政府に対する圧力をかけるきっかけを作ってしまうという点を強調した。19名のカナダ元国会議員と外交官はトルドー首相に宛てた書簡で、オタワにいる孟晩舟氏の身柄引き渡しを中止するよう求めていたが、トルドー首相は記述のような対応を取った。首相はこのような交換条件は目先の利益だけであって、毎年海外に在住していたり、旅行へ行く数百万人のカナダ人を危険な目にさらすことになると考えている。首相は外国政府の政治的圧力、またはカナダ国民の任意の逮捕によって、カナダ司法制度に影響を与えるべきではないと強調した。はい、以上が記事の和訳でした。トルドー首相は中共の圧力に屈しないという姿勢を感じられるニュースでした。日本の場合だったらどうなのでしょうかね。素人考えなのですが、おそらく水面下で判決が出る前に両政府ともが何らかの交渉を行って妥協点を探るということをやっているのかと思います。例えば昨年、北海道大学の教授が北京で講演を行って北京当局に身柄を拘束されたというニュースがありましたが、あれも実は水面下でこのような条件を出し合っていると私は考えます。素人考えですが。ちなみに台湾も中国に行って身柄を拘束されるケースが多く発生しており、昨年末時点で確か30人か40人くらい拘束されていたと記憶しております。今回の中国でのカナダ人のスパイ容疑による逮捕が正当なものか不当なものかはニュースからは読み取れませんでしたが、いずれにしてもこれで中共が自分に有利な条件を引き出したいときに交換条件を出してくる国だということがはっきりしましたね。そうなると、私は最近、秦の始皇帝をテーマとしたアニメのキングダムを見ており、いろいろとそういう歴史を肌で感じたいなという気持ちもありましたが、それ以上に中国になんか怖くていけないという気持ちが大きいです。今後の人生でもう一度中国へ行ける機会が訪れるのかなとも考えておりますが、考えても仕方のないことですね。中国よりも魅力的なところは世界中にはたくさんありますので、まあ気にする必要はございませんね。はい、本日は以上となります。それではまた次回をお楽しみに。